気にやっちゃおう。また一つ強くなれたぜ。まだまだ強くなるよ。おっとと、あ、もっと頑張らないとね。やっ、さあ行くぜ。開けた場所があるなんて、クリント王国の遺跡だよ。村にもいっぱいあるだろ。地上の建物は朽ちてるけど土台だけが残ってるんだ。それほど大きくはないね。森の見張り小屋か何かだったのかな。おいおい、迂闊に走るなよ。魔物に襲われても知らないぞ。ライザー、バグ言わんこっちゃないって。私はここだよ。だよな。じゃあ誰だ。どうでもいいでしょう。それよりも声が聞こえたのは森の奥からだったよね。ああ、タオも行くぞ。ライザが先頭でいいんだよね。僕は後ろからくっついていくから。
し、冒険だ。新しい何かを目指して。なんか強そうだよ。襲われてる子を見て放っておけないじゃない。行くしかないわよ。助けを求める女の子を守って戦うか。冒険の出だしとしては上出来だぜ。あなた大丈夫？怪我とかしてない？助けてくれてどうもありがとう。森で迷ってたらさっきの魔物に。災難だったね。とにかく森を出ちゃおう。大賛成だよ。早く行こう。そう慌てるなよ。にしても初めてなのに俺たちなかなかうまくやってるんじゃないか。うん、女の子の危機を助けて帰還、レントじゃないけどまずまずの成果よね。それじゃ急いで引き上げよう。
私はライザリンシュタウト。ライザでいいよ。あっちはレントとタオね。適当な紹介だな。別にいいけどさ。私はクラウディア・バレンツ。旅の商人をしてるお父さんについてここに来たの。もしかしてそのお父さんって村にやってくるっていう噂の商人さんだったり？かもな。ところでさ、さっきから大事そうに抱えてるそれ、何なんだ？ないなら別にいいよ。レントってば無神経だから。お前な。で、うわ、前前。気をつけて戦わないと。そこ。みんな。おりゃ。今だ。せい。そこ。うちの攻撃が効いてない。ダメだ、逃げようよ。そうは言ってもその逃げ道にこいつがいるんじゃない？一体どうすれば。来るぞ。いざとなったら俺が食い止める。その隙に何とか横をすり抜けて逃げろ。そんなことできないよ。確かにお前程度の腕では食い止めることすらできそうにないな。目をつぶれ。一瞬で。これが強い。そう思える程度の腕でよくこんなところに入ってきたな。呆れた奴らだ。それよりさっきのドカンってなったの、あれあなたがやったんだよね。一体あれは何？あれは錬金術だ。まあ簡単なものだな。
アンペル、悠長に話している場合じゃないだろう。標的をおまけ付きで発見したんだ。船着き場に戻ろう。分かっているリラ。お前たち話は後だ。まず森を出るぞ。分かった。こうなったら俺たちも船着き場に行くしかないか。錬金術、あんなすごいの初めて見た。なんだろう、冒険のこと考えるのと同じくらい今すごく胸がドキドキしてる。どっちを見てもいろんなものがあって面白いね。やっぱり島の中とは違うな。やっ、気をつけて。おやそこ、そこ、せい、おや連射、そこ、もう終わりかよ。また一つ強くなれたぜ。まだまだ強くなるよ。おっとっと、あ、もっと頑張らないとね。ここにもこの花が咲いているのか。ああ、ありがたいな。この花がどうかしたんですか？やけに大きいけど。こいつは魔物の嫌がる香りを出すんだ。花の周囲にいれば比較的安全と言える。つまりここなら気軽に休息できるというわけだ。今後あちこち出かけるなら覚えておくといいぞ。気をつけて。おやおや、今だ、せい、連射、おやそこ、今だ、おや、今だ。もう終わりかよ。行くぜ。せい、そこ、今だ、せい、おや、それそれ、そこ、今だ、おや、おや。もう終わりかよ。
まったく、お前たち悪ガキ3人組はどこまで人様に迷惑をかけたら気が済むんだ。ごめんなさい。ライザたちを怒らないであげてください。3人が来てくれなかったら私は魔物に。そうだな、私たちは駆けつけるのは一歩遅かった。そう。でもすごく強い魔物から私たち全員を助けてくれたのもお二人。そう、そうなんだよ、アガーテ姉さん。ドカーンってすごかったんだから。お前は少し懲りろ。まったく。まあ良いではありませんか、アガーテさん。結果としては全てうまくいったのですから。お父さん。ルベルトさん、しかし。改めてアンペルさんとリラさん、それにライザ君だったかな、このジャジャウマ娘を助けてくれてありがとう。時折ふらりと対象を離れる悪い癖があってね。ごめんなさい、お父さん。何、構いやしない。ここまで馬車に乗せてもらったお返しだ。探索と救助の報酬もベッドで受け取っているしな。あなたたちも村に用事が？私たちはクリント王国の遺跡調査をしていてね。この辺りでは空剣島が有名だと聞いたんだが。確かに空剣島にはその手の遺跡があちこちに残っているな。村の中にもある。うん、噂通りか。しばらく滞在させてもらえると助かるんだが。無理ならこの近辺で野宿するだけだ。いや、うちの村の大事な客人を助けてくれたんだ。そりゃくに扱うつもりはない。それなりのもてなしをしよう。そうか、ありがたい。大人の話って、なんでこういちいち回りくどいんだろうね。旅先でもみんなこんな感じだよ。世間体って言うんだって。ライザ、お前は後で説教を追加だ。ミオさん同伴でな。うえ早速友達ができたようでよかった。短い間かもしれないが、娘と仲良くしてやってくれ。はあ。それでは村へご案内します。アンペルさんたちもご同行ください。ようこそラーゼンボーデン村へ。私が村の世話役を務めるモリッツ・ブルメンです。わからないこと、困ったことがあれば何なりとこのモリッツにご相談を。よろしくモリッツさん。互いに良い商売ができるよう
取り計らっていただきたい。ええ、このモリッツにお任せを。我が村の空間フルーツを商いたいとのことですが。ええ、現在市場にほんのわずか出回っているものが中央では好評でして、ここでは空間フルーツと呼んでいるのですが、中央ではリュコの実と呼ばれています。なんせこの空間島独自の作物ですからな。リュコの実も商品名としては悪くない雅な響きですが、それにしても中央は首都アスラームバートですか。まさかそんなことになっていたとは。私たちが食べる分の余りを行商人に売っただけだったのですが、わからないものですな。私はその空間フルーツを流通させるルート作りにやってきたのです。しばらくの間ご厄介になります。ええ、どうです、私が提案した結果、この正気到来、互いに力を尽くし良い結果につなげましょうぞ。歓迎の宴を準備してあります。どうぞこちらへ。私がご案内いたしましょう。なんせ宴の会場は我が屋敷の庭ですからな。あのお父さんと話してる声の大きな人が村長さん？村長さんではないけど、村の顔役みたいな、モリッツって人。人のいるところに口も手も出してくる、やたら偉そうなおじさんだよ。村長じゃないのに偉そう。もしかしてお金持ちなの？お金もだけど、どっちかというとお水持ちかな。島の高台にお屋敷があって、その敷地に水源があんの。こんな田舎の島だと水を持ってる人が一番偉いんだよ。田舎だなんて、すごく綺麗な島だよ。そう？ありがとう。ルベルトさんに言われたからじゃないけど。これからよろしくね、クラウディア。うん、こちらこそ、ライザ。どうした？Thank you.
やれやれ、クラウディアも歓迎の宴にご出席か。そりゃそうだよ、主賓の娘さんなんだから。また会う約束はしたんだからいいじゃない。俺たちがひどい目に遭った。新しい友達ができた。初めての冒険の終始はトントンってとこかな。うん、黒字だよ、大黒字。何？そんなにクラウディアと友達になれたのが嬉しかったの？まあ、ここじゃ俺らくらいの年の女の子ほとんどいないしな。もちろん、それもすごく大きいけど。よう、ライザとその他おまけども。ボス。誰がおまけだ、誰が。島を出た途端魔物にやられて流れ者に助けられるような恥さらしが一人前に反論か。なんでそれを。守り手たちがみんな船着き場でぼやいてんだよ。身の程知らずのバカガキどもがいい迷惑だってな。痛い目を見てもまだそんな反抗的な態度か。反省もしてなさそうだな、ライザ。いい加減部をわきまえてこそこそ道の端でも歩くよう心がけるんだな。どけよ、俺たちはこれからモリッツさんの歓迎の宴に出席するんだ。おとなしくしてりゃいいのに。わざわざ島を出たりするから村中に恥をさらすことになんだよ。ライザ。だってねえで帰ろうぜ。今日はもう解散だな。うん。
恥さらし、身の程知らず、いい迷惑か。島の外に出るって、そんなに悪いことなのかな。そりゃ今の私は、なんてことない私だけど。まず最初の一歩を踏み出さなきゃ、どんな遠くにも行けないと思うんだけどな。はあ、ライザー、またレントとタオが来てるわよ。お邪魔します。いつもすいません。ミオさん、今日も綺麗っすね。ライザー、ニュース持ってきたよ。ニュース？なんだ、まだしょげてたのか。ボースの言ったことなんか忘れちまえって。そうだよ、それよりライザーが喜ぶと思ってさ。何よ、古い本の図画ってのはどうでもいいわよ。本当に落ち込んでんのか。違う違う、そういう僕の大ニュースじゃなくて、あの二人、アンペルさんとリラさんだよ。あの二人が旧市街に家を借りたんだとさ。場所聞いてきたから一緒に行ってみようぜ。錬金術とか言ったっけ、興味あるんでしょ。錬金術、うん、何グズグズしてんの、行くわよ二人とも。まったく、元気になったと思ったらすぐこれだ。ま、部屋でボケっとしてるよりはいいだろう。俺たちも行くか。話によれば、ボーデン地区から旧市街に入ったら左手の方らしいよ。